ルーマニア社会主義共和国は1945年から1989年までルーマニアに存在したルーマニア共産党一、党独裁の社会主義国である。1965年8月21日までの国号はルーマニア人民共和国であった。1945年5月8日の第二次世界大戦の敗北によって暫定的に成立し、 1947年12月30日にルーマニア王国の国王ミハイ一世が退位して正式に成立した。1989年12月25日のルーマニア革命によって崩壊した。第二次世界大戦に数軸国側で参戦したルーマニア王国は1945年5月8日の敗戦によって解体されソビエト連邦に占領された。 ソビエト連邦軍の占領下で1947年12月30日に共産党政府が成立。君主制は廃止され、ルーマニア共産党の一党独裁をしく、加藤共和制によるルーマニア人民共和国が成立した。廃戦処理としてベッサラビアとブコビナをソビエト連邦に割上させられ、政治的にもソビエト連邦共産党の強い影響下に置かれた。 1965年8月21日には、国語をルーマニア社会主義共和国に改称した。1965年に成立したニコラエ・チャウシェスク政権は、次第にソビエト連邦との距離を取るようになり、西側諸国や中ソ対立以降の中華、人民共和国に接近し、提携も行うなど、東欧の異端児と呼ばれる、独自の路線を進んだ。 ルーマニアは豊富な資源を基盤に政権運営を行い西側からの巨額な借款を行った結果国内では対外債務返済のために国民の生活が犠牲になる一方でチャウシェスクが国民の館と称する豪奢な宮殿を建設するなどの社市に走り1980年代にはルーマニアの経済は失速ソ連で ゴルバチョフによるペレストロイカが始まる中でも、その流れに抗う姿勢を取り続けた。1989年に起こった、東欧民主化革命の波は、ルーマニアにも波及した。他の東欧諸国が、無血革命で民主化を成し遂げる中、ルーマニアにも、このような動きが波及するのを恐れ、プラハの春とは、正反対に、ワルシャワ条約機構群及び、ソビエト連邦軍による、 軍事介入を求めたが、すでに国内改革に踏み切っていたソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ書記長はこれを一周し、事実上、チャウシェスクはソビエト連邦に見限られる形となった。それでも、チャウシェスク書記長はなおも権力の保持を図ったが、首都ブカレストを含む全国規模で暴動が発生。また、ソビエト連邦軍の介入がないことが確実となったことで、 ルーマニア軍も反旗を翻し、1989年12月16日に勃発したルーマニア革命によって、12月25日にチャウシェスク夫妻は処刑され、民主化が実現した。暫定政権として、旧国戦線評議会が結成され、事実上の政府となった。同評議会は、イオニーリエスクを議長に選出した。ルーマニア社会主義共和国で、 特徴的な要素が、秘密警察であるセクリター宛てである。このセクリター宛ての監視下で、民衆は、思想、言論の自由を圧迫され、息もできない生活を強いられた。特にチャウシェスク政権下では、至るところに盗聴機が設置され、小学校にまでセクリター宛ての官庁が入るほどの、凄まじさであった。ありがとうございます。